村瀬明美の日記。平成23年10月3日月曜日。放置してからもう少しで1ヶ月。そろそろ様子を見に行こうかな。何回か陽子から電話が来ていたけど、確か8月から電話料払ってないから、もうとっくに電話は止まっているはず。平成23年10月4日火曜日。まだ生きてた。 夏美は生きてるかわからないけど、洋子の助けを求める声が、かすかに聞こえた。多分もう少しね。あとは、あの家に人が近づかなければいいけど。平成23年10月15日土曜日。これは何知らないうちに日記が書かれている。信晴のいたずら、かな。しかも、 こんな悪趣味な死みたいなもの。勝手に日記に書くなんて。勝手に日記を見るなんて。平成23年10月29日金曜日。親子は死んでいた。家に入ると変な匂いがした。人間の体というのは意外と早く腐るのね。とりあえずホームセンターでビニールシートとビニールテープを買って、 めばりしたけど、あれで大丈夫かしら。すぐに遺体が発見されると、面倒なことになる。匂いが服につきそうで、最悪だったけど、臭い遺体を引きずって、首に電気コードを巻きつけ、ドアノブにかけた。あと、夏美はほとんど寝たきりだったので、あのまま放置してても大丈夫だろう。夏美に処方されていた睡眠薬も、 二人の枕元に置いてきたし、多分大丈夫だろう。自殺に見せかけるために遺書を書こうとしていたら、ようこの日記を見つけた。こんなもの、警察に発見されたら冗談じゃない。私や元凶のことがしっかり書かれている。中を見ると、遺書に使えそうな部分があったから、切って置いてきた。とりあえず、 日記は持って帰ってきたが、この日記も早く処分した方が良さそうね。平成23年10月31日月曜日。日記は近くの山へ行って燃やしてきた。考えたら遺体が発見されて餓死として調べられたら面倒。明日ある程度の食料と現金を置いてこようと思う。これで 誰もガシとは思わないだろう。平成23年11月8日火曜日。処分したはずの日記が玄関先に置いてあった。どういうことちゃんと燃やしてなくなるのをこの目で確認したというのに。しかも、あの10月15日に書かれていたし、よ子の日記の同じ日付にも書いてあった。 意味がわからない。洋子が私の日記に書いたとでも言うの。洋子の呪いだとでも言うの。平成23年11月14日、月曜日。また、処分した洋子の日記が戻ってきた。シュレッダーで細かく切り刻んで、念入りに燃やしたというのに。またきれいな形になって、玄関先に置いてあった。私、 頭おかしくなったのかしら薬なんてやってないのに。それとも、本当にようこの呪いだというの処分しても戻ってくるなら、押し入れの奥にでも隠しておくわ。私は、念で人が殺せるのよ。こんな呪いなんかに負けないわ。人間って、恐ろしい生き物ですね。自分の欲望を満たすためなら、 何だってできるのでしょうかしかも、人前では平気な顔で生活している。バレなければ罪にはならない。本当にそう思っている人は、たくさんいるんでしょうね。でも、日記を処分しても戻ってくるというのは、何なんでしょうか本当に、洋子さんの呪いなのでしょうか人を呪わば、穴二つ。結果、 二人とも亡くなっているわけですから、これが呪いだとしたら、成功したのでしょう。でも、本当に、強い念や呪いで人を殺すことなど、可能なのでしょうか昔から、五寸釘を藁人形に打ち付ける呪いの方法が有名ですが、あれは、どういう意味で、藁人形になったのでしょうかそして、なぜ五寸釘なのでしょうか 私はよくわかりませんが、いずれにしろ、強い恨みの念が呪いには必要なのでしょう。呪いって、人の念そのものなのかもしれませんね。そして、呪いって、やる方も苦しいからやるんだし、その姿はもう、狂人そのものなのでしょう。呪いって苦しくて、苦しいものなんでしょうね。 洋子さんの念は、すごい強いものだったのかもしれません。時折、明美の日記に呪いのように書かれていた詩がありました。そして、明美はこれが原因かわかりませんが、苦しみ、狂っていったのです。村瀬明美の日記。哀れな心。時の流れは早く、簡単に忘れ去られる。 もがきあがいても届かない。歪んだ時間は、黒い灰に紛れ、人々を盲目に誘う。誇りを被った人々の心、払ってもすぐに汚れてしまう、愚かな常識。どれだけ血が流れれば、どれだけ涙を流せば、振り向いてくれますか望むなら、夢を捨てましょうかそれとも、 太陽でも掴んでみせましょうか。人々は自分を暗号化し、時代に浸透させ生きていく。そのまま消えてなくなるというのに。敷かれたレールの上で洗脳され、叫び声も聞こえなくなる。そんな時代は楽しいですか本当の自分でいられますかそれでも、時は暗号化を望んでいるというのですか 何も変わらない。心を失っても、自分を失っても。平成23年12月17日土曜日。また勝手に詩のようなものが書かれていた。しかも今回は意味がわからない。これが陽子の詩だとするなら、世間への訴え。アホらしい。陽子は、 時代の流れについていけなかったのよ。ただの世間知らずの敗者。どんなに泣こうが、叫ぼうが。あなたの声はもう届かないわ。平成24年2月10日、金曜日。最近、先生の様子がおかしい。私を避けてる。まさかね。平成24年3月20日、火曜日。 最近、本当に元凶の様子がおかしい。先生も、あまり会ってくれなくなった。気のせい、かな。多分気のせい。私は先生の切り札。元凶の隠し玉。人を殺しておいて、平然と生活を送るって、可能なのでしょうか。日記や、一緒に過ごした時間から、 明美の人生の全てを知ることはできませんが、育ってきた環境、不思議な力、そして、その力を利用しようとした人たちのせいで、彼女は変わっていったのではないでしょうか。もし一つでも欠けていたなら、別の人生があったのかもしれません。これが、彼女の運命だったのでしょうか。日記には、彼女が利用され、恐れられ、 最後には、誰からの救いの手が差し伸べられなくなる姿が綴られていました。それはとても悲しく、辛く、寂しいものだったと思います。自業自得だったのかもしれません。彼女の日記には、誰にも相談などできない辛さが書き記されていました。村瀬明美の日記。私は今、 十字架にかけられ、裁きの時を待っている。ねえ、私は何か悪いことをしたかしらあなたは、虚構と偽りの仮面をかぶり、人に寄生する。もう戻れないとわかっていながらも。でもそれは、あなたが望んだこと。見て、今の自分を。醜悪なその素顔は、 満足感に満たされ、足元には、ムクが転がっているの。まだ楽しむつもり。仮面を脱いでみなさいよ。脱げないなら、私が脱がせてあげる。素顔で見る世界は、素敵で残酷なもの。遠慮なんていらないわ。思いっきり苦しみの時間を楽しみなさい。平成24年。 6月3日、日曜日。また不気味な死が。今度は私を呪うつもり。冗談じゃないわ。あなたが世間知らずだから、あなたが馬鹿だから騙されたんじゃない。呪うなら、自分のバカさ加減を呪いなさいよ。平成24年、6月21日、木曜日。最近、よ子の存在を感じる。 突然、あーちゃんと呼ぶ声が聞こえたり、日記を書いていると、日記帳の上に、黒い長い紙が落ちてくる。払っても、また落ちてくる。私の髪は、茶色く染めてあるし、長さも違う。しかも、あーちゃんなんて呼ぶのは、あの親子以外いなかった。近くに、陽子たちがいるとでも言うの。 平成24年7月3日火曜日。今日、先生からある老人夫婦を紹介された。今度はこの夫婦から金を取るつもりらしい。いつも実行するのは私。先生は元凶の顔。手を汚すのは私たち裏方の人間。最近、先生の傍らに女がいる。あれは誰 最近よそよそしいのはそのため。私には飽きたってこといいわ。誰であろうと、私の幸せを邪魔するなら、潰してあげる。平成24年7月30日月曜日。最近疲れてる。たまに幻覚を見る。これは、ようこの呪い。どっちにしろ、 最近ハードな毎日だったから、どこかで少し休暇を取ろうかな。平成24年8月14日火曜日。久しぶりに日記を書く。入院していた。私が倒れて入院なんてね。結局、過労と診断されたけど、医者もはっきりした原因はわからないみたい。確かに、いろいろあって疲れてた。 入院中、お母さんがお見舞いに来てくれたのは嬉しかった。考えたら、私のことを本気で心配してくれたのは、お母さんとエリコくらいしかいなかったような気がする。しばらく、仕事は休もうと思う。平成24年、9月20日、木曜日。考えたらもう、後戻りできないところまで来てしまっているのね。 よ子たちを死に追いやり、たくさんの人を騙し、幸せを奪ってきた。神になったつもりだったのかしら。どちらかといえば、悪魔の方かもね。でも、もう後戻りはできない。私の幸せのため。もう誰にも相談なんてできない。彼女の幸せとは、 何だったのでしょうかお金でしょうかそれとも別のものでしょうか誰にも相談できないことを抱えて、いつも何かに怯えて生きる。これが、彼女の求めた幸せなのでしょうか私には理解できませんが、彼女には、彼女の考えがあったのでしょう。私は、普通の生活で十分幸せだと思います。 特に、主人が難病に侵され、ほとんど寝たきりの状態になってしまった今、本当にそう思います。普通って、幸せなんです。普通に生きられることが。明美も、学生の時はそう思っていたかもしれません。よく、普通っていいな。普通の家庭に生まれたかった。と言っていましたから。 普通って難しいものなのかもしれませんね。普通を保つ大変さ。私にはわかるような気がします。人は欲望の塊。弱い生き物です。普通を簡単に壊してしまう。そして後悔する。戻らない普通に。戻らない時間に。 平凡な生活を求めていた明美は、どこに行ってしまったのでしょうか。日記の中の彼女は、普通とはかけ離れた生活を送っています。村瀬明美の日記。その目、その顔、その心、その存在。すべてが憎い。涙を流して喜ぶでしょうね。丁寧にじっくりと汚した。 私は哀れでしょう。平凡という名の小さな夢が叶うと勘違いしていた私は無様でしょう。今すぐその心臓を食いちぎって私を浄化したいわ。あなたの心から生まれた私の意志はガキそのもの。恐怖を食らっても食らっても満足できないの。 どこから殺してやろうかしら。不快な痛みを奏でるように、心ゆくまで味わってあげる。狂気の深い海に落ちていく様を、心ゆくまで味わってあげる。それでも満足できないわ。あなたの心が、ガキそのものだから。平成24年10月20日土曜日。 また死。いい加減にして。あなたが死んでから、もう一年くらい経つのよ。もう諦めて。あなたが敗者で、私が勝者。弱肉強食って言うでしょ。あなたは人生の敗者なのよ。最近、本当に幻覚と幻聴がする。疲れてるわけじゃないのに。しかも、先生はあの女にべったり。 私はどうでもいいの。イライラする。私は先生のため、元凶に尽くしてきたじゃない。平成24年11月30日金曜日。ついに、妖子たちの遺体が発見されてしまった。自殺で処理されたからよかったけど、さすがにドキドキした。自分が殺した人たちの葬儀に出席するって、 不思議な気分。葬儀のさなか、陽子たちを何度も見たような気がする。平成24年12月3日、月曜日。先生に遺体が発見されたことを報告したら、興味がない返事をされた。その件は全部お前に任せたはずだ。だって。金さえ手に入れば、あとは人任せ。 あの女は、今日も先生の近くにいた。でもあの女、どこかで見たことがある。誰だっけ思い出せない。平成24年12月31日、月曜日。今年ももう終わり。色々あった一年、結構大変だった。最近、幻覚と幻聴に加え、 頭痛とめまいがしてきた。人がいないのに、家の中に人の気配を感じる。悪夢にうなされることも多くなった。首を絞められる夢。自分の体が腐っていく夢。八つ咲きにされる夢。どれも怖くて不気味。洋子たちの呪いが、私を侵食してきたのかしら。 平成25年2月1日金曜日老人夫婦からかなりのお金を奪ったまた殺せと言ってきた口で言うのは簡単殺す方の身にもなってほしいわ平成25年2月10日日曜日先生が薬をくれた栄養剤みたいなものだと言っていた 最近の私を見て心配してくれたみたい。やっぱり私のことを思ってくれていたんだ。少し元気が出た。やっぱり先生の薬は効く。今なら何でもできそうな気がする。幻覚も幻聴もない。頭痛もめまいもなくなった。久しぶりに体調は良好だ。 平成25年3月1日木曜日家を建てることにした私のマイホームお金はある豪邸を建ててやる新しい家で優雅な暮らし信春に保険をかけて殺し家の支払いに回そうかな平成25年3月19日火曜日 押し入れの中にあった、陽子の日記の位置がずれていた。信春に聞くと、息子の信明じゃないのか、と言っていた。どうやら、新築の家を建てる前に、家に残っている信明の私物を、自分のアパートに持っていけと言ったらしい。もし信明が、陽子の日記を見ていたら、大変なことになる。なんとかしなければ。 平成25年3月22日金曜日。ノバーキのアパートに行ってきた。ノバーキは私の顔を見た途端、挙動不審になった。やはり怪しい。陽子の日記を見た可能性がある。もし見ていたとしたら、警察に出される前に何とかしなければ。平成25年。 3月28日、木曜日。久しぶりに、力を使った。意識を集中し、強い念をぬ明のところに送った。やはり、信明が陽子の日記を見ていたことが分かった。しかも、デジカメでその内容を写したことも分かった。何とかしなければ。次に念を飛ばすとき、一気にやってしまわなければ。 平成25年4月2日火曜日日記のデータが入っていた信明の PC とデジカメを意識を飛ばし念の力で壊させてもらったこれで信明の方は大丈夫だろうか意識を飛ばした時見られない男が信明と一緒に日記を見ていた信明の友人か こいつも調べて何とかしなければ。こんなことになるなら、信明がまだこっちの家にいるときに、洗脳しておくべきだった。日記のデータがなくなったからといって、安心はできない。やはり、信明を黙らせるか。平成25年4月4日木曜日。信明に薬を栄養剤と言って飲ませた。 何の変哲もないネックレスを、パワーのあるお守りだと言って渡した。あとは、狂っていくのを待つだけ。問題は、ノブアキと一緒に PC を見ていた、あの男。今度ノブアキに会ったとき、それとな、聞いてみるか。あと一応、ノブアキをセミナーに出席させよう。平成25年4月6日。 土曜日。今日、高校の時の同窓会があった。みんな、おじさんとおばさんになってた。エリコに久しぶりに会えた。エリコは何も変わっていない。逆に私が変わりすぎたのか。楽しかった。久しぶりに笑った。あと、もう一つ分かったことがあった。あの女、優香だった。 まさか、高校の同級生が、先生の新しい女だったとはね。道理でどこかで見たと思ったわけね。すっかり変わってしまっていたから、わからなかったわ。明美は、自分の邪魔になる人間は、誰かで構わず薬物を使ったり、不思議な力で次々に排除していったようです。もう、 自分のことしか考えられなかったのでしょう。そして、意外でした。高校の同級生の優香が、明美と同じ宗教に入っていたなんて。学生の時の優香は、クラスの中でも目立つ存在でした。勉強も運動もできて、その上美人。男子からもかなり人気があったように思います。そんな彼女が、 なぜあんな宗教に入ったのでしょう。わかりませんが、彼女は明美の死について何か知っていたんだと思います。というのも、明美の死を一番最初に教えてくれたのは、優香か,からのあの電話でした。今考えると、彼女が明美の死を知っていたというのが不思議なんです。明美から、 ゆうかの話など一度も聞いたことがありません。高校の時も仲が良かったようには見えませんでした。しかも、あの電話の後、ゆうかからしつこいくらい日記について聞かれたのです。私は聞かれても適当なことを言ってごまかしました。明美の日記にはゆうかのことがいろいろ書かれていて、その内容が 信じられないものだったからです。勇敢の表の顔は薬剤師だったようです。薬の知識は豊富。教団で使われていた薬のほとんどが勇敢の指示で仕入れられ、それを先生のパワーの入っていると言って信者たちを騙し、売ったり、与えていたということだったようです。その薬の中には、 法律で禁止されているものもたくさんあったようでした。明美も先生から薬を渡され飲まされています。もしかしたら明美は自殺ではなくて殺されたのかもしれません。薬物でまともな判断をできなくし精神的に追い込んで自殺させた。そしてそのことについて仲の良かった私が 何か知っているかもしれないと思い、探りを入れてきた。そうとは知らずに、私は優香に、明美から日記が送られてきたことを喋ってしまいました。その日記に、明美の死や、教団内の優香について、何か書いてあると思ったのでしょうね。彼女は、何度も電話で聞いてきたり、自宅にまで来て、 日記を見せてと言ってきました。あまりにもしつこいので、井上陽子さんの日記の教団とは関係ない部分を見せ、全然知らない人の日記が入っていたと言って、ごまかしたこともありました。それからは、あまり聞いてこなくなりましたが、その代わり、神話公共会の人間を使って、私をストーキングし、見張るようになったのです。 そこまでしてくるということは、やはり送られてきたものが気になったのでしょう。明美の死や優香の正体がわかることが、日記に綴られていると思ったのでしょうね。そして、その送られてきた日記の中には、私にとって、かなりショックなことも書かれていました。村瀬明美の日記、平成25年4月12日金曜日。 信明から、あの一緒にいた男の話を聞けた。名前は、古田隆則。エリコの旦那と同姓同名。しかも、年齢も同じだし、住所もエリコの家のあたり。まさかね。平成25年4月13日土曜日。信明に教えられた住所に行くと、マンションがあり。 そこの駐車場にはエリコの車があった。世間って狭いかもね。本当にあの男、エリコの旦那の可能性が高くなった。平成25年4月15日、月曜日。古田隆則のマンションに一死を飛ばした。そこにはエリコがいた。やはり、古田隆則はエリコの旦那だった。 でも、旦那の姿はなかった。念を送り、日記のデータが入っていそうな PC を壊させてもらった。旦那の方も何とかしないといけないが、今はこれ以上何もできない。また今度にしようと思う。平成25年4月23日火曜日。信明はもうダメね。完全に頭がいかれてしまった。 薬強かったかなそれよりも最近、私の体の調子がおかしい。先生の薬のせい。まさかね。平成25年4月30日火曜日。信明をとりあえずアパートに戻した。会社も辞めさせた。しばらくはアパートで様子を見て、やばそうなら元凶の施設にぶち込むか。 あとは、古田隆則を何とかしなければ。優香の存在も気になる。平成25年5月28日火曜日。信明を元凶の施設にぶち込み、アパートも引き払った。最近本当に体が辛い。幻覚や幻聴も前よりひどくなってきてる。本当に大丈夫だろうか。 先生の薬も効かなくなってきた。平成25年6月6日木曜日。久しぶりにエリコから電話があった。どうやら古田隆則が夜中に痙攣を起こし、救急車で病院に運ばれ、そのまま入院したらしい。原因は不明。毎日、 念を送った効果がやっと出てきたか。なかなか精神的に強い男だったかもね。殺すことも可能だが、エリコの旦那だ。そこは勘弁しておいてあげる。それよりも今は、自分の体が心配だ。まさか、主人の原因不明の痙攣が、明美の不思議な力によるものかもしれないなんて、 微人も思いませんでした。というか、本当に明美の不思議な力で、主人はこんな体になってしまったのでしょうか。確かに、明美の日記に記されている通り、家の中で誰もいないのに、人の気配を感じ、触れてもいないのに音を立てて、PC が壊れることがありました。それも、明美の仕業だったなんて。 しかもこの件に主人が関わっていたなんて思いもしませんでした。主人はあまり余計なことは言わない性格です。主人から洋子さんの日記について一度も聞いたことはありません。信明さんも同じ会社の後輩っていうことは知っていましたが、それ以上は知りませんでしたし、まさか、明美と関係があるなんて、 全然わかりませんでした。私に余計な心配をかけたくないと思ったのでしょうか。痙攣が起きる前までは、真面目に働き、仕事もほとんど休んだことはありません。難病を患って、痛みのない日はなく、辛く、大変な毎日だったというのに。大変でしたが、幸せだったように思います。 そんな主人が、今ではほとんど寝たきり状態です。無理をしていたのかもしれません。でも、普通に働き、普通に生活をする。当たり前のことかもしれませんが、幸せだったんです。痙攣の原因が、本当に明美の力によるものだったならば、私は明美を許しません。ですが、 そんな明美の性格を歪めてしまった原因の一つが私にあるならば、とても複雑な気持ちなのです。主人には何の罪もないだけに、本当に悔やまれます。まさか、こんな形で私に帰ってくるなんて、私には宗教というものがわからなくなってきました。私が信じるものは正しいのでしょうか 祈り続ければ幸せに近づくのでしょうか。ですが、今の私には祈ることしかできません。少しでも幸せに近づくように。明美も最初は幸せになるために宗教に入信したはずです。ですが、日記の中の彼女からは幸せを感じられません。毎日何かに怯え、 日に日にやつれていく姿が日記には記されています。そして最後には、昇進自殺。彼女は人生の中で幸せを感じる時間はあったのでしょうか一体彼女は何を考えて生きてきたのでしょうか神話公共会という宗教に何を求めたのでしょうか未だに、 何もわかりません。優香もそうです。彼女も神話公共会に何を求めたのでしょう。私から見れば、この宗教は教人の集まりでしかないように見えるのです。先生と呼ばれる教祖、人道交渉。彼は何者なのでしょう。セミナーや会合を開き、薬や奇妙な儀式で、 信者たちを洗脳していったと言います。金と人を集め、何をしようとしていたのでしょう。自分の欲のため、それとも、人の支配でしょうか。そんな宗教に狂わされていった人たち。その人生はみんな、壮絶なものだったかもしれません。秋見のように、辛く悲しい人生があったのかもしれません。 日記の中の、明美のように。村瀬明美の日記。体が腐っていく。心が腐っていく。涙が滲み、強い苦しみが思いの中でこだまする。冷たい感情の中を歩き、記憶を引きずるのはもうたくさん。あなたの恐怖を見ているだけで、破壊に狂える今の私は、 夢を見ることさえくだらなく感じるの。さあ、教えて。あなたの時間は意味があるのあなたの命に意義はあるの果てることのない歪みの叫びは私を救えるの違うと言って、違うと言ってよ。こんなよどんだ血の流れに自分を止められないなんて。 心を剥ぎ、痛みをむしることの快感。怯え震える目は、鏡を見ているだけだと気づいたわ。込み上げる悲しみに揺さぶられるたび、ヘドが出るの。幻覚と幻を彷徨い、滅びの時を歩くのも悪くないでしょう。さあ、教えて。あなたに意味はあるの 私に意味はあったの平成25年7月11日木曜日。まただ。また死。決しても、ページを破いても、気づいたら新しい死が次々に書かれていく。気が狂いそう。これが陽子。あなたの呪いの力なのそれとも、私が狂っているの わからない。何もわからない。私はどうしてしまったのすべてあなたの呪い。まともに過ごせる時間が少なくなってきた。頭痛にめまい。吐き気に震えが止まらない。幻覚に幻聴もひどい。平成25年8月9日金曜日。仕事も家事もできなくなってきた。 信春のことも面倒になり、薬の量を増やし、元凶の施設にぶち込んできた。金はあるし、しばらく一人でゆっくり暮らそう。平成25年8月19日月曜日。先生が様子を見に来てくれた。やっぱり心配してくれていたんだ。さりげなく、ゆうかのことを聞いてみた。ゆうかは、 薬剤師の資格を持っているみたいで、薬を作るのに助けられていると言っていた。それ以上の関係はないとも。やはり、頼りにしているのは私だとも言ってくれた。私の力が必要だと。元凶には私が必要だと。先生は帰り際、薬を置いて行って、しばらくは家にいなさいと言っていた。 この薬、まさかね。私を狂わせても、何のメリットもないものね。平成25年8月21日、水曜日。家が炎に包まれる幻覚を見た。喉が苦しく、体は焼けるように熱い。なんとか家から脱出すると、炎は嘘のように消えていた。 本当に私、どうしてしまったんだろう。平成25年9月13日金曜日。幻覚が止まらない。今日は腕の中に虫がうごめいていた。気持ち悪い。自分の行動もおかしい。気がついたら自分の頭髪をむしっていた。鏡を見ると、 すっかり変わってしまった私がいた。このままではまずい。何とかしなければ。まだまともな意識があるうちに。平成25年9月15日日曜日。先生の薬を少し多めに飲んだ。すごい気分がいい。これなら大丈夫そうだ。元凶に久しぶりに顔を出した。 先生は心配してくれていた。平成25年10月22日火曜日。先生の薬がないと正気を保てなくなってきた。24時間頭の中に陽子の詩が聞こえる。ずっと死がループしている。頭がおかしくなりそう。平成25年12月18日。 水曜日。今日、元凶で先生と優香の話を聞いてしまった。私が怖いらしい。私はお払い箱らしい。なんでこんなに尽くしてきたじゃない。余計なことを知りすぎた。私の力がそんなに恐怖。全部先生の言う通りにしてきたじゃない。こんなの嘘よ。私より優香を取るの。 なんで平成25年12月20日金曜日やはり私はお払い箱のようだ。先生は私を利用したに過ぎなかった。私を心配したのは嘘。私を大事にしたのは自分のためだったみたい。散々利用して少しでも危険要因のあるものは 消すってわけね。私は、何のためにこの力を使ってきたのこの力は、何のために私に与えられたのこんな思いをするのなら、力なんていらない。明美も、人道交渉に利用されているだけだったようです。多分、渡された薬も、洗脳のために使用していたやつか、 それ以上の効果のある薬物だったと思います。明美は、人道交渉を信用していたのでしょう。薬を飲み続け、狂っていった様子が日記に記されていました。そして、これも薬の効果なのか、常に陽子さんの存在を感じ、怯えて生活していたようです。教団の施設に入れられた、信春さんと信明さんは、 どうなったのでしょうか日記には、施設に入れられた後の二人のことは、何も記されていませんでした。二人が生存しているかどうかも不明です。この宗教は、いえ、人道交渉は、恐ろしい人間です。自分のためなら、何でもするのでしょう。もしかしたら、明美以外にも、 騙され、薬漬けにされ、捨てられた人がいたのかもしれません。そして、そんな恐ろしい男のそばにいた優香は、何を考えていたのでしょうか。彼女は、神話公共会の実態を知っているはずです。そして、明美の死の真相も。だから、日記を持っている私まで監視していたのでしょう。確かに、 このことを警察などに知らせたら、教団もやばいだろうし、彼女も多分、逮捕されるでしょう。私はこの日記を読んで、教団の実態、明美の人生、優香の正体を知ることができました。そして、それと同時に、身の危険も感じています。多分この日記が、神話公共会の人に見つかれば、 私も無事ではいられないでしょう。恐ろしいことばかりが記されている日記。明美は何を考え、この日記を書き続けたのでしょうか。彼女は気が狂い、まともに字が書けなくなってきても、書くのをやめず、自分の死が迫ってきても、書き続けていったのです。村瀬明美の日記。 平成26年2月6日木曜日。天井が、壁が、動く。うねうね、ぐねぐね動く。壁に死が浮き出る。おかしい。私がおかしい。もうだめ。薬がないと生きていけない。なんとかしなきゃ。このままだと、私は消える。 平成26年3月17日月曜日。私の家の周りに元凶の人間がいる。私を監視そう。私はもう元凶にとって危険人物ってわけね。私を敵に回して無事でいられると思うの。私の力を舐めないで。殺してあげるわ。 平成26年4月20日土曜日苦しい痛い気持ち悪い薬が欲しいでも今元凶に行ったら私はどうなるのか監視も続いている元凶を潰してやろうとしたけど意識が集中できない念を飛ばせない薬がないと何もできない動けない 平成26年5月7日水曜日。一か八か、養子たちに渡していた薬が残っていたので、飲んでみた。だいぶ楽になった。やはり、私が飲み続けていた薬も、この薬に近いものだったのだろう。許さない。私を始末するつもりだろうけど、ただでは死なないわ。 見てなさい。絶対潰してやるから。平成26年6月2日月曜日。ダメ。本当にダメ。日記を書くのも辛くなってきた。助けて。誰か助けて。死が浮き出る。天井に、壁に、テレビに。そして、私の体に。 平成26年7月3日木曜日外に出るのも辛い出られないかゆい体がかゆい気がついたら自分の左手首に噛みついていた血が止まらない正気を保つのが難しい平成26年7月5日土曜日 死ぬって、どんな感じだろう。どうせ生きていても、正気じゃいられない。これも洋子の呪いだろうか。ただの薬のせいだろうか。どっちにしろ、もう元には戻れない。平成26年7月6日日曜日。もう一度、お母さんに会いたい。ごめんなさい。 バカな娘で、エリコに話を聞いてもらいたい。でも、もう無理。何もかも遅すぎる。私の体に刻まれた詩は、少しずつ私を狂わせ苦しめる。皮膚をむしっても、肉を削いでも、死は消えないの。たとえ見えなくても、聞こえてくるから。 平成26年7月8日火曜日。今の私は化け物ね。人間の姿には見えない。鏡を見てゾッとした。これが私。これが今の私。哀れで醜い化け物。これもすべて、元凶にすべてを捧げた結果。憎い。 憎い。本当に憎い。殺してやる。すべてを消してやる。平成26年7月10日木曜日。苦しい。生きるのが辛い。私の人生なんてこんなもの。私は馬鹿だった。ずっと特別な存在だと思っていた。でも、 凡人以下だったのかもしれない。最後に世間に訴え死んでやる。こんな体は見られたくない。呪いの死が刻まれた体なんて。自分を燃やし、すべてを燃やし尽くそう。世間はどう見るかしら。警察が動いたら、元凶も言うかも終わりだわ。ざま。もし警察が動かなかったら、 私が呪い殺してやる。それを考えると楽しくなってくるわ。笑える。心の底から笑える。本当に体に死なんて浮かび出るのでしょうか私にはただの幻覚に思えるのですが、それとも本当に洋子さんの呪いだったのでしょうかそして、 昇進自殺で何を訴えたかったのでしょうか昇進自殺することで、警察が調べてくれると思ったのでしょうかしかし、彼女の願いは虚しく、結局ただの自殺で処理されたようでした。この日記を自分で警察に出せば、話は変わったかもしれませんが、彼女はそれをしませんでした。そして、日記の最後には、 洋子さんの詩のようなものが書かれていました。村瀬明美の日記。少しずつ、失っていくのはどんな感じ潰され、壊され、蝕み、侵食していく。まだ足りない。まだ足りないの。聞こえるでしょう滅びの歌が。心を引き裂き、 どこまでも落ちるがいい。最高の快楽を逃すほど、私は愚かじゃないの。連れて行ってあげる。常よの闇へ、滅びの歌を歌うとき、世界は淘汰され、あなたは忘れ去られていく。市役所の迷宮で狂いなさい。ここは、苦境の淵。あなたにはお似合いよ。 地獄の豪華に焼かれ、永遠の絶望を味わうとき、私の願いは報われる。深みに落ちるほど、心は歓喜に満たされる。人の運命は醜いもの。死んで罪にすがりなくがいい。希望を砕き、絶念に震えるがいい。夢を捨てるほど、私は優しくないの。 招いてあげる、うつろの闇へ。滅びの歌を歌うとき、世界は淘汰され、私は忘れ去られていく。童心をえぐり、狂気に破滅なさい。ここは、忘客の淵。あなたは、弱滅したのよ。明けない夜はもう来ない。これでゆっくり夢を見られそうなの。 もう、日の光を忘れていたかもしれない。闇が長くて、わずかな光でも眩しく感じるの。今なら、ようやくゆっくりと、木漏れ日の歌が聞こえそうな気がするの。あの眩しく、暖かい石が。こんなにも、暖かい石が。7月17日。 井上陽子。これが最後の日記になっていました。そして、この詩が書かれた日付の日に、明美は自殺しています。もし、この詩が本当に陽子さんが書いたものならば、呪いは成功したのでしょう。この詩が書かれたと思われる日には、もう明美は日記を私に送って、 ているのですでも、本当にこんなことができるのでしょうか。洋子さんは、この日記が書かれるずっと前に、亡くなっています。彼女の強い念が、日記の中に詩を書きつづっていたということでしょうか。もしそうなら、人の念とは恐ろしいものです。そして、 秋みが最後に日記を書いたと思われる日は7月10日です。その4日後、7月14日に私に日記を送っています。そしてさらに3日後に彼女は自殺しているのです。この1週間、彼女は何を考え最後の時間を過ごしたのでしょう。なぜ、 10日後に私に届くように日記を送ったのでしょう。自殺するまでの間に何かやりたいことでもあったのでしょうか。私のところにすぐ届いては自殺するのを止められると思ったからでしょうか。この空白の一週間の行動が未だにわからないのです。私には今回の件。 理解できないことが多すぎるのです。明美の不思議な力、欲望に借り立てられた人生、そして自殺。勇敢の思惑、神話公共会と人道交渉。人は、こんなにも無情に、鬼畜のようなものになれるのでしょうかこれが、お金や欲にまみれた人間の姿なのでしょうか そして、本当に不思議な力へ呪いといったものがあるのでしょうか私の主人は、本当に明美の力で、あんな体になってしまったのでしょうか本当に、一つも理解できません。そして、明美が書いた日記の最後には、警察が動かなかったら、私が呪い殺してやると書いてありましたが、 これも、現実になったようです。一週間前でした。神話公共会の教団施設などが、火災で消失したのです。ニュースで見てびっくりしました。警察の調べによると、集団自殺か、何かの儀式ではないかとのことでした。なぜならば、この教団施設の人間誰一人、逃げる様子もなく、 炎に焼かれ死んでいったと言います。そして、外に出れば化け物に殺されるから、外に出てはいけない。そう叫んでいる声を聞いた、近所の住人もいたそうです。その後、この教団施設にいなかった信者たちも、次々に自殺していったみたいでした。あの優香も、施設消失の二日後に、 昇進自殺で亡くなっています。なぜ彼女は自殺したのでしょうそして、なぜ明美と同じ死に方を選んだのでしょうこれも、明美の呪いなのでしょうかもしそうなら、明美はこれで成仏できるのでしょうか私は、神話公共会が消滅した今、この日記を警察に渡そうと思いましたが、 思いとどまりました。それは、明美の手紙。日記と一緒に送られてきた手紙に、彼女の最後の思いがあったからです。そしてまだ、呪いはすべて終わっていません。まだ、主人の病は続いているのです。村瀬明美の手紙。エリコへ。 突然こんなものを送ってしまってごめんなさい。びっくりしたでしょう。これには訳があるの。私は数えきれないくらい罪を犯してきました。自分を見失い、鬼の心を持つようになるまで。一緒に送った私と井上陽子さんの日記を読んでくれたら、私の罪の深さを理解できると思う。 そしてエリコ。あなたにもとんでもないことをした。正確には、旦那さんの方にね。本当にごめんなさい。今なら、辛く苦しんでいる人の気持ちが、痛いほどわかるの。日に日に弱り、狂う自分が恨めしい。なぜこんな自分になってしまったか、自分でもわからない。 思い起こせば、エリコ。あなたと一緒にいたわずかな時間が楽しかったし幸せだった。母親と一緒にいた時間が温かく幸せだった。なぜ気づかなかったんだろう。なぜ忘れてしまったんだろう。ごめんなさい。本当にごめんなさい。私は死ぬでしょう。 自分を追い込んだのは自分自身。本当は警察に出頭すれば別の道があるのかもしれない。でも、井上陽子は生きることを許してくれないと思う。私はどっちみち死ぬ運命なの。日記を警察に送ろうともしたわ。でも、お母さんのことが心配。 私を最後まで心配してくれたお母さんを犯罪者の母親にしたくないの。お母さんはずっと苦労してきた。これから一生犯罪者の母親として生きていくのはかわいそう。自分勝手なのはわかってる。都合のいいことばかりやってるのはわかってる。こんなこと頼めるのはエリコしかいないの。 日記を全部処分しようとも思ったわ。でも、呪いがあるの。洋子の呪いが。日記を処分しても、またきっと元の姿で戻ってくる。だから、エリコ、お願い。あなたの力で、あなたの祈りで、成仏させてあげて。私が憧れた、あなたの祈りの力で、 お願い。救ってあげて。私も最初から、エリコと同じ宗教に入信すればよかった。そうすれば、もっと違った人生を歩めたと思う。本当にごめんなさい。アケミ。宗教って、一体何なんでしょうか人を幸せにするもの、心を豊かにするもの。 それとも、不幸にするだけのものなのでしょうか私にはわかりません。明美が言う力など、私にはありません。でも、強い念で人を殺すことができるなら、強い念で人を救うこともできるはずだと思います。だから、私は今、祈っています。主人の回復と、 家族の幸せ。亡くなっていった人たちの冥福を。そして、呪縛からの解放を。私はあなたたちを見て、自分の存在する意義を必死に見出しています。大切な人が笑ってくれない。大切な友達が一緒に笑ってくれない。一人って、こんなに怖い。 一人って、こんなに寒い。私は、誰かを不幸にするために生まれてきたのでしょうか。少し疲れてきました。私も、あなたたちのところで羽を休ませたい。たとえ、最悪の選択だとしても。でも、進まなきゃいけないのは分かっています。まだ、滅びの歌が聞こえないから。 苦境を背負う勇気が欲しい。楽しいことなんてなくてもいい。辛いことの積み重ねでもいい。あなたたちは私のすべて、人生のかけらであり、生きる喜び。だから祈るの。あなたたちに、光が届くまで。木漏れ日の死が聞こえるまで。これから、苦境が待っていようとも。 祈り続ける。滅びの歌が聞こえるまで。私が滅びゆくまで。